はい、今回のテーマはですね、時間がないなら工夫をしろです。時間がないなら工夫をしろ。まあ多くのお客さんが時間がないんですっていうことを言うんですよ。時間がない。で今回ですね、僕あの久保さんとのやり取りで、まあ量めっちゃこなさないといけないし、このガッチャンコをやってるんですよ。で今ガッチャンコ、この動画はガッチャンコしないんで超楽なんですけど、ただ本数こなすためにどういう工夫をしてるかっていうと、テーマを先に言って2,3 分でできるだけ収めるっていうことをやってます。でこれね、僕今まで結構だらだらぼやいてる、ぼやくことが多いので、このね結構簡潔メールにこうパパパンっていう訓練になりますね。うん、だから逆にこの3、まあもちろんね今もう1時から撮り始めてるんで3時間ぐらい経つかなまあ2,3 分の動画でもね3時間ぐらいやってる。まあ、これアップロードとか細かい作業もありますからね、タイトル付けとか僕は久保さんのガッチャンコも今ガッチャンコしてる間撮るっていうね、はい、だから時間ないじゃないですか。みんな時間ないんでガッチャンコだから、動画撮るガッチャンコする動画撮るガッチャンコするみたいな、もういつになったら動画終わんねんみたいなね、まあ、ガッチャンコが終わったらこれも終わりますけど、うん、まあそんな感じでもガッチャンコしないと楽っすね、うん、だから時間がない場合は工夫するしかないんですよ。だから1分とか30秒とか3分とかに収める工夫をすればいいんですよ。でこれも練習しないと無理ですよ。でも練習すればできるようになりますよ。3分以内に、ただ3分スピーチってあるじゃないですか。3分スピーチ、あ今1分40秒だ。3分スピーチってなんか小学校か中学校か高校かなんかありませんでした？なんか3分間スピーチなんか、あちょっと強く終わりましたね。だから3分で終わらすっていうことを本当にパパンってやれば、うん、まとまってくると思います。でそれまとまってくると思いますっていうのはそれは練習量によるので、練習してくださいって話です。練習で僕の場合は即興でバーって言っててそれをできるだけ短く今してますけど、うん、時間がないんだったら工夫するしかないですから、工夫してます？時間がないっていうんだったらどれだけ工夫してるかっていうのを提示してください。いやこんな工夫してます。例えば僕の場合だと昔そのインスタグラムをガンガンやってたんですけど、時間ないじゃないですか僕も。だからトイレでうんこしながらやってましたよ。でもトイレでうんこしながらやる人とか、あと風呂に入りながらインスタやったりとか、その時間がないわけじゃないですか。で僕も時間がないんで動画編集しながらやってます。で動画編集っていうのは出力もあるわけですよ。エンコードもそう、まあこれちょっと割かし短いんで結構早く出力はなりますけど、トータル編集ソフトに入れる、ちょっと区切る、エフェクトちょっとかける、ちょっとつなぐっていう、出力する、結構またちょっと時間かかるわけですよ。で時間が奪われますよね。それでだけどその時間奪われても、その時間してですぐこっち動画撮ってるんでできるわけですよ。おそらく久保さんも、まあ、この動画返してくるか分かんないですけど、多分久保さんだったら返してくると思うんですけど、久保さんも返すために1、2分、3分、もしくはもうおそらくあの風景だけとかね、風景だけ撮ってくるとかねそう、もうそろそろちょっとそれやめようかな、やめたいなっていうのはありますけどねちょっとそういうのやめましょうみたいなもういいんじゃねみたいな、久保さんもういいっしょそろそろみたいな、もう億万長者合宿終わってるしそこまで、まあいいや、あもう3分経っちゃいましたね、ぼやくと3分超えちゃうな。ということで終わります。では。